どうもバンです。さて、またしてもですね、新たな取り組みを開始しようと思います。表題につける予定なんですけども、表題にある通りですね、 LED で、水槽のね電飾をちょっとずつですけれどもね始めようと思います。こちらにあるのがアルデュイーノというマイコンです。でこちらは USB で PC の方につながってます。であとはこのデジタル IO ポートというところにですね LED が6つ、つなげられるように今、回路を組んでいるところなんですね。回路って言ってももう抵抗と LED があるだけなんですけれども、まずは初めの第一歩というところでですね、とりあえず光らしてみようというところですね。で光らせるだけじゃなくていつもの通りです、この LED のオンオフを視聴者のコメントに開放するというところをね、つなげていきたいと思います。で最初はね LED3 つとか6つから始めますけれども、ゆくゆくはですね、LED 電飾みたいなね、いろんなこう機能を持たせて、ちょっとどこまでできるかね分かりませんけれども、コメント YouTube の YouTube ライブのコメントで、水槽の電飾をねある程度コントロールできるとこまで、できたらなというふうに思います。とはいえいきなりね、山を登るのではなくて初めの第一歩、何度も言う通りです、 LED1 個からね、開始していこうと思います。はい、まだまだこのシリーズ地味にね、続くと思います。こうご期待。はい、どうもです。これはもうね簡単にできましたね。とは言っても初めの第一歩で、まだちょっと都合によりですね、緑と黄色しか使わない状況です。こちらにね緑と黄色が両方ついている状態です。ちょっとね、もう一回、試しにやってみますね。ここにまず紫って書こうか、紫って書いた方が分かりやすいですね。一旦紫って書くとこれがね多分消えるはず、あ消えましたね。でここに、緑って書くとドン、こちらに、緑の照明、まだ LED1 個だけですけどもね、つくようになりました。で、あとは黄色もねできます。であとはですね、やっぱりセンスの問題で、どのようなライティングにするかというところがですね非常に難しいかなというところですよね。であと全部消えてしまっては、具合悪いですよね、ライブ的に。でそこをどうするのかという、こう、コメントをね、命令の仕様もちゃんと考えなければならないと、楽しい楽しい作業がこれから待ってるというところですね。こっから先はね、ちょっと試行錯誤かなというところになりますんで、いろいろこう日々ね、改善して、で、コメントのね動画説明欄の方、コメントじゃないや、動画のライブの動画説明欄の方にね、このように詳しく操作方法、それからエサとひまわりはこの駆動時間であると、で色は24時間運転であるとかね、色は何種類まで今現在動いて、暫定運用中、実験運用中のやつが何色であるかっていうのもね、明記するようにしました。ちょっとずつですけれどもね、こういう変な趣味をやっていこうというふうに思っております。デリーケットゴー、デリーケットゴー、チャンネル登録しないでね、ホーバットボタンも押しときな、はぁ、デリーケットゴー、本当は登録してほしいな、グッドボタンポチッとな、はぁ、もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね、はぁ、グッドボタンもよろしくね、ヘイ、本当は登録してほしい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 。